でっかいのに会った時はあのボスっぽい、ボスっぽいゲージ出てるんですけど、瞬殺終わりか。あ、やっぱ瞬殺なんだ。くそったり、ダグタフな野郎だった。うわっ、いいなこれ、増殖させて。さて、もうじゃあ増殖起こんないもんな。増殖はちょっと前封じられちゃったんですけど、アップデートで。ただこれダブルんじゃないか。俺もうあの増殖できる木にすでに薬を植え付けといてるんですけど、あれ？ブーザーが治ったらあいつが言ってたように北に向かうが。薬なくなってんじゃん。え？俺の薬、嘘だ。いつも一緒だったのに。嘘だ。この緑の薬あったんですよ、ずっと。赤に変わっとった。あ、譲ったのか。赤に譲ったのが薬。おい。そっか、次のやつが来るっていうことで。開け渡したのか、その場所。緑の薬箱、次赤い薬箱。俺デイズゴーン4周するかもな。あの一応この増殖バグ使えば赤いやつで引きつけるかもしれないんですけど、ここ登れねえかな。ちなみにこのバイク来れないようになってるけど、あれ乗れなくす、ちくしょどうしよう、バイク乗れなくなった。そっか、近づくとバイク乗れなくされんのか。なんとか保護できないか。よし、絶対あるはずだ。これだったんですけど、とりあえずブレーカー倒さないといけねえのか。こんちは。終わりか。くそったり。あ、もう増殖バグ使えればまだ希望はあるかもしれないけど。あった、これだな。とりあえずさっきはこう持ってったんですよ。抗生剤、抗生剤を探さないとな。あ、ある。あれ、ブーザーが治ったらあいつが言ってたように。やった、なんか死ねえけど復活してくれた。さっき焦ったけど、なんか、え、じゃあ合体しなきゃ君たち。イエーイ、カラフル。あれ、なんだろう、反映してくれた、嬉しい。これ、世界に一つだけのこの、カラフルな、薬箱ですね。あれ、よかったよかった。あれはディーコンだ、援護しろ。やった、薬箱が、何、ダブルカラーになったよ。これは唯一無二の医療品。お、薬どうなんの。薬頼むから緑の薬箱だけは残してほしい。あいつは俺の相棒なんだ。最後のエンディングで一緒に移ろうっていう、そういう願いが込められてんだ。ブーザー、ブーザー聞こえる？頼むからもう動かないで。アディ、どうしたの？ブーザー、ブーザーを抑えてて。抗生剤でブーザーの命は助かる。でも腕は切断する以外方法はない。分かった、あんたも今すぐに力を貸して。さもないとブーザーが死ぬんだよ。分かった。アディ、早くしないと。違う、くそ、分かった、やる。ほら、押さえて。ああ、分かったって。ああ、このままじゃ。薬箱大丈夫か。薬箱大丈夫かな。ブーザーの命を救ったんだよ、薬箱。あんたの薬のおかげでたくさんの人の命が救われる。
緑の方取らないでよ。マイク、待ってくれ。ああ、ムービーシーンで薬を渡すとかそういうのはないな。あの日は教室にいたんだ。おい、どうし、ちょっと待って、マジで。嘘だろ。高校中退者に国語を教えてた。どうしてだよ、おい。ブザーに何あれミックス使っちゃったの。最初は銃声かと思ったが、おい、返してくれ。フリーカーだった。大量だな。おい、返してくれよ、抗生剤。どうしてだよ。嘘、せめて緑の方だけ、緑の俺のなんだけど。ひどい、それは悲惨だったね。俺は負けねえ。ちょっと隠そう。誰にだって選ぶ権利はある。私らも働けない人をキャンプに受け入れるのは大変なんだよ。ここに隠しときます。爆弾はなんとなくつけといたらいいかなっていう。頼むぜ。ブーザー、ブーザー聞こえる？頼む。ブーザーが全部あの薬使っちまったなんて信じられねえんだ俺は。まあこの時ブーザーの腕切り落とされてっからね。まあ仕方ないっちゃ仕方ない。どうにかできないかな。少し前、仲間と一緒に巣を焼いたんだ。ほら、フリーカーの巣だよ。あー、くっそ、薬箱の冒険終了した。今度一回一通り一周したら戻ってきます。またあのブダイズコーンの何ですかね、バージョンを下げて。リーバー